イツ軍のナショナルチーム対連合軍捕虜の国際チームという形で行われることになった。8月15日コロンブスタジアムでパリにね。連合軍ハーマーのキックオフでついに試合開始。えりすぐられた22名のプレイヤーがどんなプレーを見せてくれるか楽しみです。ゴールです。サッカーチームを脱走させたい。ナチが宣伝に利用しようとしているこの試合を逆に我々が利用しようというわけさ。どうかしてるぜ。修行所に帰りてえのかよ。あんたは必要なんだ。そうとも、こいつはただのゲームじゃない。でかい意味があるんだ。戻ってくれよ。頼むよハッチ。はい、皆さんこんばんは。今夜の映画は勝利への脱出、そうですね、エスケープトゥービクトリー、原名通り勝利への脱出とは何でしょうね。勝利とは、はい、これはもう見事なサッカー大試合ですね。サッカーの試合ですね。スポーツ映画ですね。けどこのスポーツのサッカーの試合の敵と味方、この試合同士がどんな試合同士かというところが面白いんですね。片っぽはドイツのドイツ軍ですね。片っぽの方はなんとドイツの捕虜収容所のサッカーチームですね。その敵と味方が試合するんですよ、戦争中に。面白い話ですね。しかもそのサッカーは本当に記録映画のように見事に撮影されています。そのサッカーの選手の中に本当にブラジルのペレだとか、まだ十数名の本物のサッカー選手が出ておりますので、サッカーファンの方はじっとご覧なさい。あいつも出てる、あの人も出てると思われるでしょう。さあこの試合、一体どういうわけでこんな試合するのか。それはドイツがいかにも威張って、俺たちがお前たちに試合をさせてやるという感覚なんですけど、実はそれはなんと大間違いで、この捕虜収容所の連中はこの試合中に逃亡しようとするんですね。脱出しようとするんですね。一体そんなことできますか。試合中に逃げようとするんですね。さあいっぱいの観衆の中でどうしてこのチームが逃げられるでしょうね。そこがこの映画のすごい見どころで、刻一刻皆さん緊迫感でどうなるだろう、どうなるだろうと思われるでしょう。しかもこの映画の主役はスタローンなんですね。あのスタローン、ランボー、ロッキーのあのスタローンが主役で、しかもこれに共演してるのがあの名優のマイケル・ケイン、いいですな。それにマクソン指導、あのベリーマンの映画の重厚な重厚なあのマクソン指導が協力してますね。まあサローンに名優のマイケル・ケイン、名優のマクソン指導、この3つの3人のチームが、男のチームが何とも知れんこの映画に箱を持たしましたね。しかも監督がジョン・ヒューストンなんです。ジョン・ヒューストン、まあアラマと女の、さああの見事な見事な黄金のあのアフリカの女王のジョン・ヒューストン、はいそうなんですよ。しかもこの人の最近作女と男の名誉とありますね。よかったね、あの監督なんですよ。しかもちょっと言いますと、女と男の名誉はやがてこの日曜洋画のテレビでやりますよ。はい、今日の作品は1981年のパリパリの男の映画、じっくりご覧ください。後でまた会いましょうね。はい、いかがですか。もう映画ファンにとりましたら、スタローンとマイケル・ケインとあのマクソン・シドが出てるだけでも面白いのに、これはジョン・ヒューストンが監督してるというところで、なんとも知れん胸がすく楽しみがありましたな。けれどもこの映画見てますと、ああいいなと思うのはスポーツ精神ですね。さあ敵味方がやってる最中にどん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 敵も味方もないクライマックス、クライマックス、本当に勝とう勝とうという精神が、敵も味方も固まって一致して盛り上がっていくところが、スポーツというものは本当に面白くございますね。さらにもっと私が見て、はあ、いいなと思ったのは、どん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 、まあまあ捕虜収容の連中が負けそうになってきた時、負けそうになってきた時に、大きな広い広いあのグランドの群衆が全部あのフランスの国歌マルセイユ、あれを歌い出しましたね。あの辺りかにも捕虜収容所の連中をかばってやってるところが出てきて、涙ぐましいでしたね。というわけで今日は本当にスポーツの美しさとこのスリル、サスペンスを盛り上げた男の映画でしたね。はい、もう時間来ました。それでは次週の作品ご紹介しましょう。犯罪都市サンフランシスコを揺るがす凶悪事件発生。マグナム44を引っ提げ、あのダーティーハリーがやってきた。クリント・イーストウッドが送る壮烈アクション、
ダーティーハリー3。あれから22年、忌まわしい事件を起こした恐怖の館に悪魔が潜み、身も凍るような惨劇が再び始まる。アントニー・パーキンス主演、サイコ2。それでは次週をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。